ユスティニアノス二世、ユスティニアノス二世、リノトメトス、668年 ?711 年12月11日は、東ローマ帝国、ヘラクレオス王朝最後の皇帝、在位、685年から695年、705年から711年、コンスタンティノス四世の長男、ラテン語系だとユスティニアノス二世となる。リノトメトスは花をそがれたことから、 ビナシのを意味するあだ名。キプロス島で生まれたという伝説がある。685年、父の死により即位する。彼が即位した時、ウマイア朝は第二次内戦の最中であった。ユスティニアノスは、レバノン山地にいた、原住民のマルダイテス人を利用して、シリアでゲリラ活動を行った。さらに八十八年には、キレナイカ地方のバルカを艦隊が吸収して、 イスラームの指揮官を殺戮している。これらに苦慮したウマイヤ朝のカリフ・アブドゥルマーリクは688年にユスティニアノス2世と結びを結んだ。この時、マルダイテス人の多くは昭和ジア半島南部へ移住させられた。またキプロスはこれ以降東ローマ帝国とイスラーム勢力の共有地となる。この状態はバシレオス一世時代の一時期を除いて十世紀後半まで続いた。 タイイスラーム先生が安定したことで、ユスティニアノス二世は、祖父のコンスタンス二世と同様、バルカン半島での勢力回復を目指した。688年には、スクラビニア遠征を行う。この時の最終目的地はテッサロニキだったので、コンスタンティノポリスとテッサロニキの間の、ストリュモンガー流域のスラブ人やブルガール人に対する、軍事道であったと考えられる。この時捕虜にした。 スラブ人をコアジア半島に移住させ、軍隊として組織した。ただしユスティニアノスは、この遠征の基とに、ブルガール人の襲撃を受け、辛くも闘争している。ユスティニアノス二世は691年から692年には、コンスタンティノポリスの宮殿のトゥルロ、カタツムリの間で、教会会議を開催するトゥルロの公会議。これは、父のコンスタンティノス四世が開催した第三。 コンスタンティノポリス公会議の保有を目的としたものである。この時、古代ギリシア的な信仰や、慣習の禁止や、遺恨崇拝の承認などが決定されている。しかし、ローマ教皇、セルギウス一世は、この会議の議決に反対したので、ユスティニアーノスは彼を逮捕しようとした。だが、ローマ市民などの強力な反対によって失敗している。ユスティニアーノスは二世は、その後、 ウマイア朝に対する軍事行動を起こす。そしてコンスタンス2世時代以来の戦略を変更して、ウマイア朝との直接対決を試行した。だが692年のでは、スラブ人部隊が寝返ったこともあって惨敗する。これ以降再びショーアジアへのイスラームの攻撃が激化した。ユスティニアのスニセは、このような連年の遠征の軍備を調達するため税を強いたほか、 ユスティニアヌス一世に習って建築活動を起こし、人々にとって大きな負担となった。加えて、寒岸で財務長官でもあるペルシアのステファノスの戦王も目立っていた。こうした状況を利用して、695年に新設、テマであるの長官に任じられた。それまでは投獄されていた軍人、レオンティオスがサーカス党派の支援を受けて、クーデターを起こした。 ユスティニアのスニセイは捕らえられ、花を咲がれた上で、クリミア半島のケルソンへ追放された。しかし、ユスティニアのスニセイはなおも福井を目指して、執拗に活動する。咲がれた花の代わりに、黄金製のつけ花をつけ、定位への復帰を公然と表明したのである。703年には、ケルソンを脱出してハザールはセ国に逃れ、カガンの姉妹と結婚し、 ユスティニアヌス一世の日にちなんでテオドラと改名させた。さらに、第一次ブルガリア帝国のテルベル王が、ユスティニアヌス二世の福井を支持し、その力を背景にした、ユスティニアヌス二世は705年、レオンティオスを追って定位に就いた、テベリオス三世を倒して、福井を果たしたのである。この時、息子のテベリオスを共同皇帝としている。福井後のユスティニアヌス二世は、 ランボバルド王国やローマ教皇とは良好な関係を築き、711年には教皇コンスタンティノスがコンスタンティノポリスを訪問している。また、ブルガリアとも当然ながら良好な関係を保持していたようである。資料では晩年にブルガール人と対立したとあるが、これは第一次ブルガリア帝国に属していない集団の可能性が高い。しかし、 うまい野鳥との戦いでは小アジア南東部の幼少中、アナを708年に制圧されて、以降、完全に主制に立つこととなった。また、福井したユスティニアノス二世は、異常なほど再威心が強くなり、多くの人々を粛清してゆくようになる。また710年には、ユスティニアノスに対して反抗的だった北イタリアのラベンナへ遠征軍を送って略奪させた。711年には、 流刑地だったケルソンにも艦隊を派遣して復讐を行おうとした。これに起こったケルソンの市民が反乱を起こすと、艦隊もそれに追随し、艦隊に同乗していたフィリピコス・バルダネスを三角とした。ハザール族の支援を受けた、反乱軍がコンスタンティノポリスに迫ると、あっけなく首都は会場。ユスティニアのス二世は小アジアに逃げたが捕らえられ、殺された。 共同皇帝だった息子のティベリオスは、祖母、ユスティニアノス2世の母親のアナスタシアが必死に、除名を今が聞き入れられず、コンスタンティノポリスで殺された。ユスティニアノスの体は海に捨てられ、首はラベンナとローマに送られて、見せ物にされたという。ユスティニアノスと息子ティベリオスの死により、ヘラクレオス王朝による東ローマ帝国支配は6代で終わりを告げた。 ユスティニアノスの高ソフ・ヘラクレオス一世の王朝設立から101年後のことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。